そんなに似てるのかな、ウエストランド井口、アイドルなのに顔がウエストランド井口。なんかさ、やっぱさ、ツイッター見たらさ、広報腕組み支援がいないなって思ったわ。今見てる7000人のみんなは遠目でこうやって見てるんだよ、こうやって。それが一番かっこいいんだから、お前こうやって。俺はそっち側になったぞ、もう。一応僕も今そっち側や腕組みながら見てます。そう、腕組みながら聞いた後の意見もわかる、うん、どっちの意見もわかる。腕組み後方支援組になるんだ。もうみんな別何も言わなきゃいいのに、荒れるだけなんだから。結局何も言わないでいい順位取ってるワイルドホークが一番の推し。素晴らしいよね、えらい。ワイホはフォートナイト界隈が荒れれば荒れるほどワイルドホークの株が上がっていく。そうだよ、お前ら大人になってからこういう時何にもやってなかったり、そういうやつが株上がっていくんだからな。ヒカキンさんが他の人が炎上した時に株が上がるのと一緒だからな。さあ見ていこうか。まあここを突っ張っていくんやな、リザートたちは。いや、俺はリザートを見るよ。昨日を経てどうなったかが見たい。今日は一人で頑張ってくださいだよ。ってよ、なんでこねだよ。誰かハリケーン様の人、一緒に見たいって人を待ってるよ。まあちなみに FNCS のことを言うと、ザゴーたちが昨日100ポイント以上かな、点数差をつけて1日目が終わったからね。ザゴーがアンチ外にいるね。ええ無理じゃね。え、これいけんの、ザゴ、これ大丈夫、これ間に合うのこれ。あ、まあでも回復取りながらいけばまあ間に合うのか。あ、そんな取れるんだ、パイナップル15個も取れるやん。ストーム酔いがきつい。すいません皆さん、ストーム酔いって何ですか。僕が知らない単語出すのやめてもらっていいですか。あの、知らない人に向けても分かりやすいように説明するのが説明する人の義務だと思うんですよ。あの、なので、あの、僕が知らない単語出して、あの、僕困らせるのやめてもらっていいですか。あの、ストーム酔いって何ですか。あの、ストーム酔いっていうのはこういうことですか。え、1位のチーム落ちたぞ、1試合目。あれ、ワイホも落ちてね。ワイホも落ちてるわ。あららら、らじゃあちょっとコヨルナ見るか。 A2 応援団長だし俺。頑張れ、超えた。1位と2位が死んだな。おやおや、これはもしかして今日荒れますか。3位ラル、これ、ウィケシの名前変えてる？レッツゲットグリーデイになってるよ。追いつくためにはいい場面じゃない？さあ、誰が生きてるかわかんないが。さあ、もう、さあ、もう、あの、もうよくわかりません。さあ、ミニピオが生きている。さあ、上を取ってるのは、さあ、44ネガ取ってる。さあ、フー君、ルナ、ラル。さあ、やり合っているぞ。さあ、ハンマー一発食らって、ここは、痛い！戻れるのか？さあ、一応アンチには戻ったが、残り HP28、ラル。さあ、ルナたちも生き残ってるぞ。さあ、CR ルナ、目の前のフー君を倒して、これバレてないんじゃない、これ。進んでいくけど、これはいった。さあ、ハンマーのタイミングとショットガンのタイミング合わせられて、ここはラルたちに落とされていった。さあ、ローグラを移動してるのはラル。さあ、上から打ってるのは、さあ、44。さあ、ハンマーでどうにか上に登っている。アンチ外の敵を倒していきたい。ショットガンと打つが、ここはカウンターをもらってしまう。さあ、 LOD SDK と、さあ、ミニのドカ食い気絶部チャンネル。さあ、名前がね、すごいね、面白い名前ですね。上を取ってるのは、さあ、44ね。さあ、1V2 ですね、これは。リアムさんっていう名前なのかな。さあ、目の前倒して、まさかの 1V2 クラッチ。ドカ食い気絶部チャンネルを倒して、さあ、 LOD SDK Day2 のチームが1位です。もうみんなの名前がどういう読み方すればいいか分からへん、みんな。もう分かんない。だって44ねって書いてるから、もうこんなもん44ねの方が読みやすいやん、どう考えても。読み方が分かんないから許して、みんな。さあ、全部のランキングがここで分かるんですけど、まあ、ザゴーたちが1位だけど、ラルたちが40ポイント差までやってきたわ。ごめんみんな、正面行ってくる。めっちゃトイレ行きたい。俺、知り合い以外の画面わかんないんだよな、もう人が変わりすぎて。だからワイルドホークにバチバチに戦ってもらいたいわ、ワイホが。おお、突っ込んできた。おお、いいぞ、来た。ブユさんが突っ込んできたぞ。来た、取れたかタイム。さあ、ワイルドホーク VS ブユルチーム。さあ、ハンマーで壊されながらワイルドホークたちが詰められています。相手はサージがないのか。さあ、必死に攻撃を繰り出してくる。さあ、ここはワイルドホークたち2人で頑張ってぶつくて相手を倒していきたいところ。おっと、ブユルリさんが、これは何で死んだ。さあ、遠距離の攻撃でやられてしまった。
さあもう一人、さあワンパーティーがいるが、さあ倒せるのかこれは。危ねえ、頼む、もっと戦え、ワイホー頑張れ。さあリズアートキュンはまだ生きてるかな。さあリズアートの HP がすごい少ない。うわチャージだ、やばいやばい、あチャージが、これはしゃあないな。やっぱりこのちょっとずつ移動して相手の移動に合わせて狙っていくのが大事なんだろう。うわおわお、マジ油断してたね。さあしかもここジャンプパッドもあるぞ。うーわやばくない、ザゴーたちやばくない。あれでもこれでもさあ移動していったピポたち、残り6パーティー。さあ順位ポイントもうちょい稼いでいきたい。さあ目の前 V、 アルバ V を倒していく。さあハンマーで移動、5パーティー7人だからソロのやつらが多いね。まだ移動していくが、おっとここは危ない。さあ壊れない物資、さあ資材がないのでここはやられてしまう。さあザゴーが、ザゴーペポが生きている、いく。さあ目の前のウィッケシーを倒せばビクトリーロイヤル1戦目の、さあ中盤勝なかったことにする。1試合で109ポイントを稼いでしまうフィジカル。さあ1位のチームが1位を取った。さあ総合ランキング、うーわ533、また100ポイント差つけちゃったよ。天竜人のモノマネして、おめえ天竜人は簡単だよお前。お前なんだいそのムカつく目は、お前も撃ってやるえ。もし天竜人がめちゃめちゃいいやつだったら5億ベリーを寄付するえ。恵まれない子たちに美味しいご飯を食べさせてあげるえ。おめっちゃやりやってんじゃん。ワイルドホーク頑張るえ。うわこれストーム用意来ちゃうよ。起こす起こす、まこれハンマーもないよ。しかも、もう大丈夫なのこれみんな。こうなると難しいよな。なんか勘違いでやり合ってるやつらいる。え、運よ、待って、運が良すぎるこいつマジで。うわーうわー、惜しい惜しすぎー。なんでこんなところでやり合ってんだみんな。うわー惜しい、バレた。うわーやばい、ワイルドオークたちやられてもうた。おいリザートが一人だけ生き残ってるぞみんな、頑張れリザート、炎上に負けるな。目の前にいるぞ。うわうわ逆に行かれた。ザーゴートキシック、うわハイグラ取ってる。うわさあ相方がやられてしまった。ザゴーさあいい感じで前の方に出れた。資材が残り44枚、ココナッツ食べて回復がない。さあってなったら A2 超えた。今日でもう154ポイント稼いでいる。これはあるのか。さあ目の前で誰かが死んだ。さあワンボックス突っ込んできた。これはハンマーで2人で帰っていく。うわー帰ったところをしっかり切る。さあコヨタ今のシーンかっこよすぎる。ハンドガンリロード、バレていない。目の前の敵は激怒が、ここは落ちてしまう。さあ44ネさんが上にいます、シシネさんが上にいます。本日2回目のビクロになるか。現在249ポイント。さあ TSM さんを倒していきたい。さあここは飛んでいったところ、倒していく。シシネさんたちが勝っていく。いいじゃん、マイホー生きてんじゃん。72ポイント、ハンマー持ってる。うわー突っ込んでいった。さあナエトル落として、ちょっと待て、なんだこれ丸尾、なんだこのでけえと、こんなん作ってるやついんの。サージ取り放題やないか。さあワイホもしっかり生き残っている。マジビクロイすればワンチャンある、ワイホ。さあもう周りで何が起きてるかわからないが、ザゴー落ちた。本当だ、ザゴーやられてる。さあ今日の4試合だけで246ポイントの好成績を叩き、うわーさあ目の前、なぜかコヨタの壁。さあここ倒して、さあ資材もゲット、17個になってハンマーで移動。さあ256ポイント、ビクロしたら280ポイントぐらいまで稼げそうだぞ。さあ目の前落ちてきた人、これ倒しきりたい。壊されて一度上に上がっていく。さあもう何が起こってるかわからないが、なぜか生きてるコヨタ。さあ空中でラビットを倒してクジャクに頭入れて、ここは取っていく。
おじいちゃん何が起こってるか分かんないけどビクロイしちゃった。総合ランキング見ていきましょう。ドン。さあザゴーたちがさあ変わらず現在1位、そして2位もさあロードたち、さあコヨタたち上がってきたね。でも100ポイント差があるんだよな1位と。さあここはリザートたちやっと終盤の戦いができるか。さあザゴーしっかり生き残ってるね。うわしかもハイグラだ。さあアンチもめっちゃいいぞ、めちゃめちゃいい位置取りやん。さあハンマーで落ちても大丈夫。さあ目の前ロードがいるが、さあ倒せるかザゴ。ここはさあギリギリ生き残っているが立ち回っているが、さすがにしんどい。さあロードたちこれザゴ追いつくんじゃねえのワンちゃん、これ1位取ったら。まあでも Q 数がザゴたちの方が多いからな。うわさあ最後戦っていったのはさあアルバの V さんです。最終試合の前にトイレ行ってくるわ。さあセッションランキング見ていきましょう。まあ最後のうわこの2チームの戦いやな。どっちが先に世界大会の切符を手にするか楽しみですね。トイレ行ってくる。さあこのシェロンたちもね、途中からリザートたちが降りてきたからね。ここは倒して、さあここはリザートたちが勝っていきました。うわぁ漁夫がやってきた。さあ一応起きたが HP が、初動バトルってマジで不毛だよな。さあここは100ダメージ入れられて、さあ S スも倒されていく。もうここロードたちが落ちた瞬間ザコーたちが勝ち点する。うわこれ落ちた瞬間ザゴーたち確定。これはいやペポも落ちてる。いやこれ2人が落ちたらえワンチャン、さすがにザゴーたちかな。うわ最後の試合あのヘイトマジかわいそう。さあハンマーで、さあ下の方に潜り込んでく。いやこの位置シナがなくなったぞ。でもさあ降りてきたところに合わせてできるだけ稼いでいるが6位でフィニッシュ。これうざいな上から撃たれるの。さあここはしばきに行った。さあ倒されてアルバタイヤが最終ラウンド勝っていきました。さあ、すべての FNCS グランドファイナルが終わっていきました。それでは、世界大会に行けるのはこいつらだ。ドン。ザゴーたちが685ポイントで1位通過。決まりました。1位はザゴーたちです。さすがに強いな。昨日の貯金があったけど、ロードたちの追い上げもすごかっただな。3位がウィッキシー、4位がコエテ。コエテたちも惜しかったね。さあ、で、ラルミニポヨ。感じかな。おもろかったな久々に見て。まあ一応まあ来シーズンも多分グランドファイナルはまあ見ていこうかなって思ってるから、なんならね世界大会とかもね見れたらいいなとは一応思ってるけどって感じかな。ザコードペポおめでとう。それじゃあお腹が減ったので落ちます。スイッチでバロラントします。よかったら皆さんスイッチ配信僕してるのでチャンネル登録よろしくね。